トライアングルは札幌ビールが製造、販売する、コール以上中である。1984年から2006年までは、キッコーマンが製造、販売していた。焼酎1814年。流れ山で醸造業を営んでいた二代目、堀切文次郎は、白みりんの製造に成功。これを、万丈みりんと名付けた。後に、万丈焼酎の製造も行うようになった。 1925年に万ミリン株式会社、野田醤油醸造株式会社かが合併。1927年には東京地区の商標がキッコーマンに統一された。1984年万上昇中トライアングルの発売開始。商品名は電話帳をめくりながら発案された。糖蜜アルコールにトウモロコシと大麦のコ類ル上中。 裸麦のおつるい上中の3種の焼酎をブレンドしている。1996年には群馬県小島町に酒造専用の小島製造部を新設。1997年6月には姉妹商品のトライアングルインディゴが発売された。2006年4月にはみりんとワインを除く焼酎合成製酒。 リキュール類、スピリッツ類原料アルコール事業と、これらを製造する小島製造部が、キッコーマンから、札幌ビールに事業場とされた。同年には、原料に、大麦のおつるい焼酎を加えるブレンド変更が、行われた。2008年6月に、コールよつるいコンワ焼酎にジンジャーを加えた、トライアングルスムース。2010年には、同製品をリニューアルした、トライアングルジンジャーを発売。 2011年3月には RTD の缶中ハイタイプのトライアングルジンジャーハイボールの発売が予定されたが東日本大震災の影響で5月に延期された。2017年には透明のスクエアボトルのラベルに右上から左下に斜めにラインを入れて直角三角形状に分割したデザインへの変更が行われた。同時期にライムピールエキスとレモンピールエキスを加えた。 トライアングルグリーンが発売開始された。この商品はアルコール度数14度。品目はリキュールで7 0 0ミリリットル瓶のみで発売された。ガラス製の黒いスクエアボトルに黄色色を隅をカットして三角形を表した繊栄的なデザインと焼酎貴族トライアングルのキャッチコピーは若者の感性を捉えた。広告には松田優作を起用し、 1980年代中期の第二次常駐ブームの一役を担った。同じ時期の競合商品にはサントリー樹氷や宝酒造の純などがあった。個性的なボトルは当初はリターナブル瓶であった。広告キャラクターは2代目の石橋良以降、豊川悦氏、大友康平、イー・キンチェン、2001年には平井剣を起用。 札幌ビール移管後の2009年には再び松田優作が起用されたトライアングルブラックとトライアングルインディゴの2種類が販売されているいずれもアルコール度数20度と25度の商品がありインディゴはそれぞれ7 0 0トルのガラス瓶と1.8リットルのペットボトルブラックはこれに加え2.7リットルのペットボトルが販売されている製造元ではブラックは オンザロックやウーロン茶割、インディゴはロックやソーダ割が適していると推奨している。ありがとうございます。